じゃあちょっとリベンジで悟空と戦っていきます。悟空玉、あ、3つしかないからこれが最後だね。で、ケイタくんでやってたんだけど、ケイタくん回復系の技を多分1個も持ってないよね。なんでちょっとふみちゃんに変えました。私が終わらせてやる。結構ね、悟空難しい。悟空難しい。これ勝てないかもしんない。まずは、最初の方は空泣きがバリア張ってるんで、溶水晶が出てくるまではちょっとこの右手と左手を攻撃してという感じかな。うわ、もう砂尾がえらいことになって、うわ、これちょっときついかもな、マジで。やばい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 。あえー、ちょっと待ってくれ、ジバニャンもやられた。悟空勝てねえか。きついなこれ。なんかフミちゃんだけで戦うような気になりそう。さて、技をぶち込んで、で回復させるか。よし、とりあえずいいぞ。よし、来た、いける、今回いける、いける。ちょっとこれわざとダメージ入って、来た、オッケー、くれ。さあ、そろそろソナナキのえぐい必殺技が飛んでくるんじゃないかなと思うんだけど、そろそろ来そうな。あ、これか、これだ。わわわわわわ、それきつー、それきついなー。とりあえずブリー隊長と無理壁、あー、でも無理壁ももうやられそう。あ、やべ、あ、やべ、食らっちゃった。避けて避けて、いやー、でもあの必殺技とりあえずしのいだんで大丈夫かな。あ、ちょっとわ、あー、うそ、それで、きついな、どうしよう。あともうちょいないんだけど、溶水晶がちょっと出てこないな。ケイタくんはちょっと回復系の技持ってないので結構きついんだけど、あ、来た、とりあえずやっつけることできたけど、ちょっと想像してたのと違うな。ケイタくん一人だけで最後ゴリ押ししてたな。ちょっとね、レベルが足らないのと、ちょっとカスタマイズしてちょっと能力上げた方が良さそうだな、これ。これ婚活すると育成っていうのがあって、まあ能力値とか上げることできるんだけど、これ一度もやったことがないからちょっとやってみようか。でもちょっとアイテムが必要なんだよね、これ。うどんの助とか。あ、うどんの助ある、これ買っていこう。いくつにしますか。めちゃくちゃ安いな、1個150円か。これだけ安いといいんだけどね。あとブリー隊長に必要なのがスターバーガー EX、 スターバーガーエクセレントか。めっちゃ高そうなハンバーガーが必要なんだけど、ハンバーガーショップがね、こっち、ハンバーガー買ったことないな、そういえば。こっちの方にあるから、これでちょっと買っていこうか。多分ここになかったらもう何もないと思うけど。いらっしゃいませ。1個800円ぐらいすんじゃないかな。何になさいますか。スターバーガー、うーわ、ちょっと待って、990円、高っ、高いなこれ。さあ、これ98個、よし、ありがとうございます。これがブリー隊長のやつで、
あとはカップラーメンだったりチョコ棒だったりリンゴ飴とあとすき焼き。いらっしゃいませ。売ってる場所が分かんない。カップラーメンどこ売ってんの？コンビニ。コンビニ、ああ、あるあるある、これあるわ。いくつにしますか？現代のコンビニにあったね、このカップラーメン。未来の方はちょっとなかったんだけど、これが、引きこもりに必要なのかな？違うな。これはあれだ。無理壁用のやつ。何をお探しですか？あ、チョコボも売ってる。これジバニャンのやつ。よかったよかった。じゃあ、あとはリンゴ飴とすき焼きだ。ちょっとガンガン開けていきましょうか。マジでやったことないんだけど。ちょっとヒットポイントガン積みしていこうかな、これ。何もやってない状態だと462が、これが100段階まで上がるのか。あ、やばい、コンが足らない。お、ちょうどこのハリーのコンの金を使えばもののけのコンにすることができるね。でも無理壁、種族的にはつくものなんだけど、こう能力アップにはもののけのコンが必要なんだね。ちょっとその関係性がよくわかんないけど。よし、じゃあちょっとヒットポイントをガン積みしていこうか。462から、ちょっとできるだ、あー、そっか。これだけで100にすることはできないのか。でも結構上がるな、これ。いいね、いいね。で、多分違う方、こっちの物理守りとかでもやっぱ、あ、やっぱこっち、それぞれによって使うコンが違うんだね。あ、そういうことなのか。物理守りだったらつくもののコンだし、妖術守りだったらお守りのコンが必要なんだね。多分空泣きは妖術も物理もやってくるよね。でもちょっと妖術の方がちょっと良さそうだな。こっちあげよう。あー、お守りのコンが必要か、これ。お守りのコンっていうのが結構不足してて、例えばこの番長のコンとかを使えばお守りのコンがまあ手に入るんだけど、番長できないから、あ、ゲーマー将軍でいこうか。よし、まあこれだけあれば妖術守り上げることできるでしょう。よし、でこれで妖術守りをまあこれぐらいちょっと上げて、よし、さあじゃあ次行こうか。次は砂を。砂尾は何をあげたらいいんだろう。やっぱちょっとヒットポイントが低いよね。312っていうのがな。やっぱこれヒットポイントをちょっとガン積みして。砂尾はまあヒーラーなんで別に攻撃力は高くはなくてもいいんだけど、ちょっと YP をあげよっか。やっぱね、ちょっとヒーラーなんで、ちょっとこれを150ぐらいにしとこうかな。よし。で、あげてないんだけど、物理守りが砂尾結構硬いんだね。ジバニャンが133だよ。でもちょっと妖術守りがちょっと弱っちいな。妖術守りを、じゃあこんなもんでいいかな。よし。基本的にはヒットポイントを上げていきたいんだけど、その必要になるもののけのコンがちょっと足らないので、ちょっと集めに行こうかな。この風魔のアークもののけっていうのをもう使ったことないけどね、これ。これ使えば多分もののけの妖怪がね、たくさん出てくると思うんだけど。これはジバニャンが引かれた交差点の近くの扉なんだけど、ここだとね、多分ハリーがたくさん出てくるのかな、もののけの妖怪って言ったら。さあ、ちょっとね、じゃあここで、もののけのコーンをバンバン集めていこうかな。あ、ノガッパとか出てきてんな。あ、引きこもりとか人面犬も出てくるね。多分、両方とももののけだと思うけど。さらにですね、ちょっとさすがにコーン集めを今日ひたすらやってたんで、妖怪の専用装備品が作れるぐらいちょっとコーンが集まってきちゃった。さあ、じゃあちょっとね、専用装備品ちょっと作って装備させていきますか。まずこれブリー隊長のなんかダンベルみたいな、これ武器なんだけど、これを使って相手をぶん殴るのかな。ブリーダンベル、今つけてるやつもめっちゃ強いんだけどな。今つけてるやつの方が強いな、でも。まあでもいいや。妖術守りがちょっと今下がっちゃうやつだね、この武器。
あと引きこもりのこの可愛らしいこの武器、揚力プラス197、これいいね、めっちゃ。これを引きこもりに。今あのリンネの武器も結構強いけどね、こっちの方が圧倒的に強いね。で武器はこんなもんで、次はあれだ、防具品ね。まずじゃあ砂を行こうか。砂尾はプラス214か、これすげえ強えな。妖術守りがプラス214になるんだけど、物理守りは全くなくなっちゃうね、この人撃アーマーに比べて。で次がこの無理壁の、これは物理防御がプラス229か。よろしいですか。3度目の正直でもう決めます。オッケー、やっていこう。じゃあちょっといきなりちょっと技を使って、右手壊れろ。あれ、ちょっと右手狙ったはずなんだけど、多分本体に技いっちゃったな今。じゃあちょっとかわしてかわして、ちょっと回復しようかな。味方回復させて、あっ、避けて避けて、極になるとやっぱちょっとね、このちょっと硬いよねやっぱり。はい、ちょっとできた、出てきた、よし、吸って吸って吸って、よし来たー、オッケー。で技、よし、でさらに陽気花火、おお、もう半分だ。空泣きにちょっと勝てなさすぎて、ちょっとあの結構強くなってしまったな。あ、これやばい、石化が来る、かわして。届けに参りました。あっ、 いけ、またの来て、よし、結構陽気花火で、多分次空泣きの必殺技来ると思うから、ちょっとそれちょっと食らわないようになるべく。この空泣きの必殺で何回やられてるか。あ、まだ来ないかな、まだ来な、そうだね、まだ来ないな。よし、さすらい玉来てる、うん、来た、あ、間違えた、違う、すごい必殺だった、くれ、よし、でこれで必殺出して、陽気花火も出して、さあちょっといつでもみんなフィーリングできるようにしとこう。さあ来るんじゃないか、来るんじゃないかな、あ、まだ技来ないね、あ、来る、やばい、やばいの来る、なーっとー、食らったー。さあでもとりあえずしのいだから、これはいけるぞ。砂尾がちょっとやられちゃったね。さあちょっともうみんなフィーリングちょっと今使えないから、ちょっと早めにちょっとダウン奪わないと。さあ急いで急いで急いで、おー、ちょっとやばい、まずい、じゃあこれ、よっしゃー、いける、叩け叩け、あ、もうこれいけんじゃない、よーし、いったー。いや今回はね、攻撃力が高いブリー隊長と、あと吹雪姫をあのスタートメンバーでスタメンでちょっと入れていったんで、はあ、ようやく倒せた。いや、ようやく勝てた。多分ね、極空泣きに関しては僕10回ぐらい戦ってるんですよ。もう全然勝てなくて、レベルもこんなに上がってしまったんですけど、でもね、こんなに苦労した空泣きなんですけど、よく考えてみたらこいつラスボスじゃないんですよね。
あの、魔天空泣きっていう人間の形をしたのがラスボスなんで、まだね、あれなんだな。まあ、達成できたとは言えないから、次回ですね、もう本当に正真正銘の、魔天空泣きの極とね、ちょっと戦っていきたいなと思います。まあ、ちょっとレベル的にはちょっと厳しい感じなのかな、これ。どうなんだろう。早く倒さないと、ふみちゃんとかけいたくん、レベル99になっちゃうね、これ。